今日はカタロニアサーキットからお送りします。予選開始まであと少しです。最近のシーズンではタイヤの摩耗が重要な争点となっています。レースの妨げとなっているという声もあれば、それがモータースポーツという声もあります。このコースではタイヤマネジメントを重視するドライバーにフォーカスすべきでしょうか、それとも大胆に攻めるドライバーですか。タイヤの摩耗については常に考慮すべきです。サーキットに合ったマシンのバランスを見出せればタイヤの消耗を抑えられます。ですがこのサーキットのように特に過酷なコースも存在しますね。どこまでプッシュすべきかの判断で作戦も変わり、レースの激しさも変化します。さて予選も終わり、明日の決勝を待つばかりとなりました。トップ3の確認です。メルセデス、アロンソ、ルイス・ハミルトン、今日はこれでお別れです。明日のグランプリ決勝をお楽しみに。